こんにちは、モーカンゴーコーツモーです。よろしくお願いします。今回はですね、センテラス鹿児島というところに来ました。ここはですね、もともと高プラさん、高島屋、プラザさんがあったところなんですけど、今ちょっともう、なくなってですね、この、センテラス、ごめんなさい、センテラス天文館ねっていうところが今も、ほぼできつつあります。で、2022年ですね、来年の4月1日にオープンということでね、はい、もうほぼできつつあります。で、位置的にはね、なんか文化通りっていうところのね、天文館のこちらの方の横になるんですけど、ですね、ちょっと見えますかね、もうかなり立派なテナントビルですよ。で、上の方に台は、ロイネットホテルというふうに書いてるんですけど、こちらも入ってですね、あと、まあ、メインはですね、商業施設です。はい。で、いろんなテナントさんが入ってくると思うんです。あと図書館とか、あと、塩山、観光さんの、レストランもね、こちらに入るみたいなんですけど、はい。でね、ものすごくこう立派なんですよね。で、まあ見えますかね。で、ここ、まあ電車通りで、メインの通りなんですわ。はい。で、あと、私、一応、タクシードライバーということでね、今までちょっとタクシードライバーらしいことちょっと言ってこなかったんですけど、ちょっと、たまにはちょっとタクシードライバーらしいこと言おうかなと思って。で、ですね、以前はその、タカプラさんで、お客さんはね、例えばこっちの方ね、今、こっち中央駅方面なんですけど、こちら方面から来た場合ね、タカプラの前までということでね、飲みに行かれる方とか、割とその乗って来られたんですけど、でももう、タカプラさんが亡くなったんで、で、こちら、センテラス、天文館ね、になってですね、多分もうセンテラとかセンテまでっていう風に乗ってくるお客さんが多くなると思うんですよね。で、こちらの方に、つけることになるんですよ。っていうのは、そのセンテラス天文館のこっち側はね、この電車前見たら分かりますけど、電車が走ってます、市電がね。で、ここちょっと、山形屋さんっていう百貨店のそのあたりまでね、この U ターン禁止なんですよ。だから、そちらの方につけるとなるとね、これずっと遠回りになっちゃうんですよね。だから、基本的にこの今、すいませんね、何回もこうくるくると回って、こちら側にね、つけることになると思うんですよね。で、一応その、ちょっと止めやすいスペースに止めて、で、あっちを曲がったって、信号を渡ってもらって、行ってもらうということになると思うんですね。で、あと、すいません、何回も回りますけど、ここ見えますかね、センテラスって書いてあるの、T のマークがあるんですよね。T のマーク。あれがね、6色にこう、光ったり消えたりとか、みたいなんですよ。だから夜になったらこう、赤とか黄色とか青とか、信号みたいな感じ、あとプラス3色ぐらいこういろいろ変わったりすると思うんですけどね。で、こちらの方に飲みにもし来られて、お客さんが降りてですね、で、そのセンテラスのこう T を見て、でね、よし、今日は俺は飲むぞとになると思うんですよね。だから、あのティーがこう光ったり消えたりとか、いろいろ6色ぐらいになると、割とね、こう飲食店街の方もね、商売こう繁盛になるんじゃないかなというふうに個人的には思ってね、なんかいいアイデアだなというふうに思います。とまたこれ個人的なことなんですけど、ティーはね、
そう、私の中ではやっぱりね、阪神タイガースの T なんですよ。で、ちょっとどう見てもね、割とね、あの阪神の T に見えるんですよ、あれね。うん、だから、ね、まあ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 、でもただあの、センテラ、まあ、このセンテラス天文館さんのこの名前ね、これも一応公募で選ばれたみたいなんですよ。で、意味はですね、要するに、センターのテラスということみたいです。要するに、まあ、鹿児島の中心のもうテラスというのは人が集まるところっていう意味合いでその、公募で選ばれたと、一番これがいいなということだったんですよね。まあまあいいですよね、うん、センテラスね、うん、で要するにですね、まあ私がこっちに来て鹿児島に来てまあ20年弱になりますけど、イオンさん、鹿児島イオンさんできました。でオプシア三角さんというところもできて、いろんなそういう商業施設ね、いっぱいできました。あの鹿児島市南の方にね、であと中央駅も九州新幹線ができてね、あのもう全面開通してからものすごく変わりました。で、あの結局この、まあ、天文館地域なんですけど、結構その若い方々がね、やっぱりその中央駅方面とか、あとね、その、鹿児島市内南部の方にね、ちょっと流れちゃって、ちょっと空洞化というかね、なかなかそのこっちの方に町の方に来ないということでね、うん、でね、それがね、こう、まあ、一つこうセンテラス天文館がね、こう起爆剤にね、まあなればね、だから要するにその鹿児島市内その南部のね商業地域とか、要するにはまああの中央駅ですよ、そういうところのね、まあ、ちょっと負けでたまるかということで、これがまあまず一番トップバッターのまああれでさ、刺客でさ、はい、ね、ということでね、うん、すごくこの立派な建物がね、うん、建って、もう本当に来年の、4月1日にね、オープンということでね、はい、でね、あの、まあ、結構、まあ、コロナも今のところまた落ち着いてね、だいぶよあの、ね、落ち着いてきてるんでね、またこのままうまく順調にいけばいいんですけどね。で一応まあね、今回の動画に一応とりあえず、この、センテラスさんということでね、はい、であとまあもう天文館ね、もうあの話し出すとキリがないんですけどね、まあ、とりあえず今回ここに、センテラスさんの、来年その4月1日オープンということをね、ご報告して、一応とりあえず終わりたいと思いますので、はい、ありがとうございました。